します。じゃあお願いします。お願いします。いい線お願いします、はい、ありがとうございます。こちらです。はい、まあ、素直にこうして2冊目をこうやって出させていただけるのはすごくすごく嬉しくて、前回も沖縄で撮影させていただいたんですけど、まあ、前回はそのコロナウイルスの影響で少ししか滞在できなかったのですが、今回は2泊3日しっかり沖縄で全部撮ってきたので、なんかそれはすごくなんか海の綺麗さだったりとかも全て本の中とかに詰まってるので、そこは見どころだし、すごく嬉しかったと思っています。お気に入りカットはこの沖縄の海で撮った、はい、これですけれども、はい、なぜこれがお気に入りカットでしょう。すごくファンの方とかに横顔を褒めていただけることが多くて、私もその結構横顔が自分の顔の中でなんか一番好きな角度なので、なんかすごいこのカットが良かったなって思ったのと、あとすごく景色が綺麗で夕焼けなんですけど、なんかこの多分本当に数分間の間でしか撮れなかったカットだったので、なんかすごくこのカットは思い出にも残ってるしお気に入りです。今年高校3年生ということで、はい、ラスト制服写真集って、夏服と今日着てるセーラー服と2着着てますけど、はい、高校生活やり残したことなどないでしょうか。すごく高校1年生の夏に加入したので、高校生活は全てモーニング娘。の活動に捧げてきたんですけど、なんか多分普通の高校生じゃこの経験できないようなすごく経験をたくさんさせていただいたのもありますし、でもやっぱりちょっとその修学旅行とかなんかそういうのはちょっと憧れがあるなって思うので、何か番組の企画とかでもなんかそういう修学旅行企画みたいなのをやってみたいなって思います。ラスト制服ですけど、どうですか。これから来年3月以降はほぼないという感じになります。すごくそのグラビアの撮影とかでその制服を着させていただく機会がすごく多いので、なんかもう着なくなるのかとか、まあその着る年齢じゃなくなるのかと思うのがなんかすごく自分でびっくりしてるんですけど、この逆に制服がいい意味で似合わないというか、ちょっと大人っぽくなんかなれたらいいなって思っています。私ももうあと2ヶ月弱ですけれども、今年1年振り返ってモーニング娘。としてどうでしたか。すごく充実した1年にできたなと思っています。去年はそのコロナウイルスがこうやって、まあ、その発生し始めたぐらいだったので、この世の中的にもどういうふうに動いたらいいのか分かんない状況がこうやって続いていたんですけど、まあ、今年になって歌って踊るコンサートがまた再開できたりだとか、あとはすごく大きな舞台にも立たせていただくこととかもあって、なんだろう、まあ、まだその14人モーニング娘。14人で活動できた時間はすごく短いなと思っていたんですけど、でも結構それなりにすごく一個一個が充実したお仕事をいただけることも多かったので、すごく楽しい1年になったなって思っています。なんか撮影で運動神経やバランス感覚がなくて苦労したって聞いてますけども、そんなに悪かったんでしょうか。はい、自転車に乗れなくて、自転車に乗ってるカットがあるんですけど、これも多分足元が切れてるので分かんないと思うんですけど、しっかり足ついた状態で撮ってたりとか、あとはプールの中で泳げなかったり、水自体がすごくちょっと入るのが苦手だったので、そこに飛び込むシーンがあるんですけど、本当に命がけで撮影しました。でもすごい楽しかったです。日常生活でなんか困ったりすることあります。多分体の使い方が分かんないからなのかもしれないんですけど、よく転んだりよくくじいたりするんです。多分くじけそうとか転びそうになったら多分どっかの機能を使って立て直すと思うんですけど、それが機能してなくてすぐ転んじゃうんですよ。だからそれはすごいすぐ膝とかなんか怪我しちゃうので、なんか不便だなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ファースト写真集から今回なんか自分でもこう不安だったなとか、そう思うことありますか。前回の写真集はすごくキメの顔が多くて、そのカメラ目線でバッチリ写ってる顔がすごく多いなっていう印象があったんですけど、今回はなんかすごくリラックスして撮影に臨めたというか、
なんだろう、いい意味でこの慣れが出てきてその撮影ができたので、あのそう自然なカットとかもたくさん入っているのがあの前作からの違いだなって思って、そこは成長だと思います。同期のお二方には見てもらったんですか？いや多分まだ見てないと思います。はい、見せるの楽しみだったりしますか？でもちょっと恥ずかしいのででもなんか見たいとは言ってくれてるので、なんかすごいなんか見てくれれば嬉しいです。はい、まあ、今年2作目ということで、まあ、前回よりもすごくなんだろう、自分の中でもあのまた濃い一冊にできたなとも思っていますし、いろんな表情とかいろんな景色とかがたくさんもうギュッと詰まった一冊になっているので見応えバッチリだと思います。よろしくお願いします。たくさん愛してください。